ック解読完了。操縦権限解放。戦闘システム起動。トロイの木馬ウイルス。いえ、崩壊エネルギーが漏出しているだけ、異常ないはず。ネゲントロピーの特殊戦闘機構、解読完了。ブローニャ、了解しました。次の目標座標を。イエス、マスター。環境はクリア。重装ウサギ一級し、メインコントロールシステムの解読を開始。ログインパスワードなし。全操作権限を解放。どうして？
あんなスパムメール誰が信じるもんか。仕方ないわね。ブロイネちゃん、キアナちゃんの誕生日は12月7日よ。あ、メイ先輩。アクセス権限承認、目的地をセーフレイヤ学院に変更します。パスワードって本当に私の誕生日だったんだ。今のところ戦艦を送ってきた人に悪意はなさそうだけど。何が起きたの？ブローニャ！スパルキリーシステム、強制コントロールシステム再起動。最高権限指令入力確認。周囲の敵を排除します。しましたか？よかった、目を覚ましたのね。ブローニャ、まさかブローニャのチップが制御不能になったのでは？通信が回復したの？ブローニャ大丈夫？ブローニャは大丈夫です。ですが姫子少佐、学園に戻ったらブローニャに精密検査をしてください。ブローニャはもうみんなの足を引っ張りたくありません。墓場にちょうどいい。
口ほどに。雑魚ども、ふっせい、はっせい、やせい。ほどにもね、やはっはっ。黎明様が言っていました。協力しないと勝てない。イエス、マスター。口ほどにもない。